はい、というわけで今月2回目のハワイにやってきました。で今回はですね、お仕事ではなく、ビューティープラスのイベントに招待してもらってきてます。というわけで他のメンバーの子私全然知らないんで、なんかお友達と来てる人とかもいそうなんですけど、私は全然わかんないんでピンで来ております。で今ねロイヤルハワイアンセンターいるんだけど、今回泊まるのがロイヤルハワイアンホテルでピンクのねあのホテルなんですけど、そのチェックインの時間が3時でもうちょっと時間があるんで、一旦ここの岩の上で、ね、石の上にも3年って言いますけども石に居つつ、でこの前来た時にコーヒー屋さんに行きたかったんだけどそこに行けなかったから、これからちょっと行って、あと髪の毛がね結構こっち今湿気ですごいんで、夜ねディナーがあるから、この前実はちょっと面白い場所があったんで、そこでちょっと何かしらやってみようかななんて思っています。というわけで行ってみよう。ロイヤルハワイアンセンター探してたけどインターナショナルマーケットプレイスでした。ここだった。行ってみよう。はい、というわけでじゃあハワイについて1食目いただきます。一人で回ってめちゃくちゃ見られるんだけど、ドライバーコーヒー屋さんの近くにあります。ここは髪の毛のセットをしてくれながらお酒も飲めちゃうってとこです。じゃあ行ってみます。というわけで終わったんですけど、いかがですか？ちょっとアメリカスタイル入ってる感じはするけど、後ろとか写真撮ってもらったんだけど結構ね可愛くできてました。これでまあ25分ぐらいかかったのかなってわけで、ちょっとお値段はこの後ね発表するけど、多分130ドルぐらいで、まあ、安くはないんだけど、ディナー行く時とかね綺麗にしていきたい時はいいんじゃないでしょうかっていうことですね。はい、っていうわけで初のドライバーはこんな感じでした。なかなか結構楽しんでますね。というわけで髪の毛セットして終わりましたのでチェックインしたいと思います。ここインターナショナルマーケットプレイスだから道渡ってロイヤルハワイアンセンターの方に行くとまたホテルに行って、この近場で大体何でもできる感じですかね。まあ結構でも可愛い感じにできたんじゃない、もっとなんかグリングリンのやばい感じになるかなってちょっと思って行ったんだけど、やっぱりあれだね、あのアップヘアのスタイルでお願いしてるから結構まとまっていい感じになった気がします。はい、というわけで戻りたいんだけど、どっちから来たっけ、方向音痴だからめっちゃ分かんなくなってきてる、多分こっちの道だるって。はい、っていうことでこんな感じで一人で回してます。はーい、めちゃ見られます。夏い、この道2週間ぶりに歩きます。2週間ぶりです。ほんと GoPro 広角やな。なんかやっぱクイニーアンマン食べてさ、コーヒー飲んでさ、酒飲んだもんね。はい、はい、というわけでルームツアーやってまいりました。はい、今回泊まっていくのはロイヤルハワイアンホテルっていうことで、ね、ピンク色の可愛らしいホテルとしてね皆さんも有名だし、日本の方たくさん泊まったことある人も多いんじゃないかなと思うんですが、実は私ハワイに来て泊まるのは初めてなのでね、ちょっと楽しみにしてたんでルームツアーをしていこうと思います。はい、でドアを入りますと、はい、こんな感じ、ラリラリラーン。まずはお部屋が続いている感じです。お部屋になってる感じですね。
で、まあ、大体入ってすぐ左とかすぐ右がお風呂場になってること多いんですけど、まずはあの部屋っていう感じのシステムになっております。で、ここが入り口なんですけど、入ってすぐこっち側、こっち側がですねクローゼットです。じゃあ開けます。ラリラリラリラー、もうね服かけちゃったんですけど、シワになるんで、こんな感じ。前回と比べるとだいぶ少ないですよね。で、これはこの前ねハワイのお店でいただいたトートなんですけど、めちゃくちゃでかいし、中ポッケがついてるんでね、すごい使えそうなんで、買い出しの時用にと思って持ってきました。で、あとはセパレートのお洋服とかカバーアップとか、まあ、ワンピースとかも何着か持ってきました。ただこれなんかあとつかないようにこれにかけた、めちゃくちゃキッカー工事みたいになったっていうのは、まあそれはね仕方ないかなと思います。で、ここに金庫があって、今パスポートじゃないや、あの日本の財布とか入れてますね。で、こんな感じのカラーボックス的な感じになっておりまして、一番下にははい助かるスリッパ入ってますね。で、今回は履いてきた靴と合わせて4足ってことなんで少なめです。で、これが可愛いと思ったんだけど、見て、じゃじゃーん、ピンクのホテルだけあって、バスローブもこんな感じなんですね。はい、こんな感じでピンクと白のねしましまになっていて、内側がタオル地なのでね、しっかりいろいろ吸い取ってくれるのではないかっていうことですね。可愛い。で、帽子は上に置いちゃいました。こんな形になっていますね。そしてその隣が、はい、キングベッドですね。キングサイズのベッドです。で、私はね一人なのでね、はい、ここで優雅に寝たいと思います。素晴らしいですね。どんなに転がってもいけそう。そういうところは素敵です。そしてこちらにはまるであなたの未来を占ってくれるかのような、そのような形のライトがありますね。っていうことで、あなたの未来を占ってもらいましょう。はい。そしてこう行きまして、まあテレビですね。下は何？冷蔵庫かな。はい。ミニバー的な、あ、何も入ってないシステムですね。はい、じゃあまた買い出しに行きましょう。水とかね、水はでもフリーって言ったら部屋にあるのは。で、こっちが、はい、いつもの感じ。まあ、マシーンとか粉とかがありますね。コーヒー美味しいから好き。デカフェのコーヒーが入ってた。で、ここら辺ももう棚で何も入ってない感じな、あれですね、棚です。で、この私の机のところもすごく使いやすい感じになっておりました。なんかそっと、あの、いろいろ入ってますね。で、ここに椅子、お水、グラス、で、氷入れてきてくださいねっていうやつ。で、私からのビューは、まあ、微妙な感じとなっておりますね。すぐお隣がシェラトンなので、あのハーブはね、シェラトンだと思います。このピンクがね、うちんちなんでね。はい、閉めます。はーい。で、またこちらにもあなたの未来を占ってくれるようなそんなライトがございまして、棚の中にはホーリーバイブ、皆さんわかりますか？聖書です。ちょっと私はね、あの、多忙なんて読まないですけれども、ご興味ある方は読んでみてください。そしてこちらがですね、はい、バスルーム、バスルームとなっております。で、ここにね大きい鏡があるので、はい、全身チェックできますね。だいたいこう、ここはこういうドアですけど、こう引き戸になってる時は、最初ね、着いた時、あれ、全身鏡がないよってなるかもしれないですけど、ドアを閉めるとだいたい出てくるので、見つからない時はドアを、至る所のドアを閉めてみてください。はい、そしてですね、ここがね、ピンクパレス、ロイヤルハワイアンホテルのいいところなんですが、前回購入品でね、紹介したと思ったんですけど、このマリエオーガニクスが、なんとアメニティになってるんですね。はい、ということですごく嬉しいです。で、石鹸でしょ、シャワーキャップ、バニティキット、ボディクリーム、歯ブラシってことになってますね。はい。で、こちらにももちろんシャンプー、コンディショナー、石鹸ということでね、用意されております。プルメリアの匂いとかがいいのよ。だプルメリアなかったな。はい、まあ、こちらもあの前回同様、ちょっとベショッとしたメタモみたいな形で入っていただくとしっかり使えるかなっていう浴槽ですね。ちょっと浅めの、よくありがちな。で、あ、滝行がないですね。滝行がなくて手持ちのシャワーになって、で、トイレで、棚、ここにもなんかもういろいろ置いちゃってます。こんな感じでっていう形になっておりますね。ティッシュがあります。で、ここに鏡があって、
ここのところにタオルっていうことなんで、ちょっと浴室は狭めかなっていう印象ですね。はい。でアメニティとしてはドライヤーはございますっていうことで、こんな感じです。ベッド周りとかやっぱりライトとかで埋まっちゃってるので、ちょっと充電スポットが2人で来たらちょっと少なめかもしれないなっていうのがあります。やっぱ携帯とかって枕元でねアラームかけるから、 USB ポートで充電できたりすると嬉しいですよねっていうのがあるんです。ちょっとそれはなさそうかなっていうところです。はい、というわけで、まあ、ルームツアーはこんな感じで終わりです。はい、じゃあこれから、今日のところはね、着いてから移動してプイニアマンとコーヒー前回できなかったやつね、そしてドライバーに行って髪の毛やって、なかなかできなかったことを埋めてきていい感じになってきてるので、でこれからまた集合して今度はウェルカムディナーっていうことになってるので、ね、隣のシェラトンらしいんですけど、そちらにもご飯なので、洋服まず着替えたいと思います。汗かいたんでちょっとサクッとシャワー浴びて、はい、ドレスアップしたいと思います。はーい、初日今日は夜シェラトンのところでディナーなんですけど、目の前がねビーチになってて、結構もうね潮が満ちてきてる感じなんだけど、超夕日が綺麗ですね。着いた瞬間めちゃくちゃ湿度で暑かったけど、結構涼しくなってきていい感じですね。はい、見える？みんなサンセットしちゃうよ。はい、こんな感じでディナーが準備されております。ここはビュッフェなんだって。でこんな感じで私宛てのカードが来ています。なんて書いてあるんだろう。あとねグッズをもらった、それがこちらなんですけども、かわいいよね。バッグに何入ってんのかな。こちら中見た？中帽子が入ってる。ごめん、 T シャツかな。あざーん、すごいビューティープラス。こういうビューティープラス T シャツが入ってる。かわいい。 YouTube でこういうのもらったことある。ステッカーが入ってますね。このロゴだよ、ビューティープラス。もちろん女子は知ってると思うけど、男子こういうやつ、あれも書いてない、巾着無地のやつ、無印料理で、次が何これ、日焼け防止ってこと。あいや、靴下じゃん。え、いや、手だわ。穴開いてる。こういうこと？ああ、そうじゃない？逆じゃない？はい、こういうやつ。はい。あ、すごい。次、うちは透明のチラシ寿司作るときに良さそう。あと、あ、いいね。この折りたためるやつめっちゃ欲しかった。深めの。UV カット、紫外線を低減する素材を使ってるんですね。そうっていうやつ、ちょっと今髪の毛崩れるからあんまかぶりたくない、こういう感じのやつが入ってるんで、結構日焼け対策系と暑さ対策系が入ってたかなっていう感じ で、これこれもめっちゃ使えそうなんで、これで買い物に行きたいと思います。買い物できた？買い物できた？まだしない。え、何してた？海行きます。目の前のワイキキビーチ、よかった。混んでた？高かった。え、あ、入ったんだ、ちゃんと足だけ。あ、美味しそう。あ、トウモロコシだ。めっちゃ私トウモロコシ食べたい。ねー、貝とかも美味しそう。こういう貝好きなんだよね。で、ビーフがあって、ここは何のエリア？パクチーがあるけど、まあ、何のエリア？え、何のエリア？あ、フリフリチキンだ。これ食べてみたいんだよね、フリフリチキン。ブロッコリーニだって、かわいい名前が。わー、エビだよ。あち、エビだわ。これは？あ、サルサ。え、サルサ何につけんの？餅？餅、かわいい。お餅とお団子だって、ピンポイント。あ、でももうこっちはデザートコーナーに来ちゃった。ローストビーフ食べよう。こっちはチーズとかもあって、私の大好きなオリーブもあるよ。で、パンと
何これ、ラボッシュ、洗顔にありそうな名前。ディナーオールも美味しそう。え、これ絶対うまいと思うの。うわー、バター丸。これは何、なんか書いてあるかと思ったら、なんかコーションホットって書いてある。なんだろう、中華料理。あ、はい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 、あーこれね、これ好きだよ。あ、これ包んでやる系ね。ちょっとやってみるわ。出遅れた、美味しいかも。でもね、どこのところでやるとか全然知らなくて、とりあえずロビー集合っていうのだけ聞いてるので、今来てるんですけど、みんなまだ来てないので、もうちょっと待っていきたいと思います。パラセーリングってあれだよね、なんか、引っ張ってもらって、ってやつって全然よく分かってないんだけど、そんな感じで、はい、初体験です。で、今日もめちゃくちゃ晴れなので、日焼けに気をつけながら行きたいと思います。では、ハナウマベイです。わあ、手ぶれしちゃいそう。めっちゃ綺麗。早く感じる、うん、早い。さよなら、さよなら、晴れ馬、花馬か花馬か晴れ馬、間違えちゃう。綺麗だった、綺麗。
メニューだから助かるわ。パスタ。まあ、ウニ一つ頼むじゃん。うん。アスパラガスってこういうのなんだ。これはキャビアと見せかけた黒トビッコでした。黒トビッコだな、うん、キャビアって書いてあった。キャビアって書いてあったような気がしたんだけど、うそ、黒トビコっていうカタカナで書いてある。そうだ、うん、生ハムのサラダです。生ハムいっちゃった。チーズいっぱいかかってるし、ブラックペッパーかけてくれたから美味しそうだよ。生ハム美味しいよね。バルセロナは行ったことあるよね。サグラダファミリア行ってたことない。でもあんなに綺麗じゃなかった。サグラダファミリア綺麗か。だって今色がついてるでしょ。どこに。結構色ついてるじゃん、部分的にね。昔はグレーだった。グレーというか石の色しかなくて何色色なかった。なんかすごい変わったんだね。でも2030年ぐらいにはあれだっけ、できるの。あれ横浜駅ぐらいできないから。というわけでじゃあ食べましょう。パンがねすごいね大きいけど美味しそうなのよ。なんとかソースって書いてあったよ。なんて書いてあったかな。アラビアータソースみたいな。でフリット、イカのフリット大好きなの。美味しそう。イカうまっ。これ食べて。イカどう。何ソース。ガーリックの味する。うん、ペンネとかのソースっぽい。ちょっとチリ入ってて、ちょっと辛めのピリ辛ぐらい。うん、イカうまいよね。揚げただけなのに。オニオンリングとか出してる。かわいい。あマスカン。タバスコ頼んだらめっちゃ可愛いの来た。これ欲しい。可愛いね。売ってんのかな。タバスコ。いただきます。うん、ガーリックがチップだからガーリック感あってうまいわ。美味しい。でも意外と薄いからいけるね。これがみんな大好きウニのパスタでございます。ピザ2人でシェアってだいぶだから、うん、3人いたらいいかったね。2切れぐらいで、うん、いいよ。これ持って帰ってほらチンして。ちょっと渋みある感じじゃない。でも美味しい。今回は160キロだったんだけど、やっぱり今日走った感じで、ね、なんかちょっとヤバそうだね。半分ぐらい。ハーフにしてる。アップルベーコンフレーバーの編集してゴロゴロしてっていうそういう感じになっちゃうね。花まさがいないのでね、噛まれる心配がないので、すごくそこら辺にこう置いておいても安心ですね。ちょっと、どれかわかんない。もやんてる。